ジです。めっちゃ燃えてる。緊急事態発生、避難勧告でそんな勢いなんで、もうね早いとこチェックアウトして、この業務用のエスカレーターで早く来い早く。どこだバイク。火事から避難するところから始まるという恐ろしい。おはようございます、ちかです。今日の朝ごはんはホテルの朝食ビュッフェです。一応5つ星ホテルですが、どうでしょうか。はい、朝食会場に到着です。高級感のある会場ですね。早速見ていきましょう。まずこちらドリンクコーナーです。練乳にお砂糖、コーヒー、リプトンティー、そしてもう一つお茶、ホットウォーターで、ジュースはピーチジュースみたいです。そしてお隣がいきなりデザートコーナーかな、チェーですね、小豆のチェー。そしてトッピングがタピオカとゼリー2種ですね。そしてココナッツチップスです。タピオカ食べ放題いいですね。そしてこちらが緑豆のジェーです。そしてこちらが豆乳と牛乳、牛乳はテハミルクみたいです。でこちらがコーンフレークチョコ味ですね。お次はサラダコーナーですね。まずこちらがオリーブ2種とドレッシングが3種類、そしてピクルス、お隣行くとハム、そしてこちらがスモーク豚足らしいです。そしてこちらはちょっと分かりません、すみません。でお野菜が並びます。こんな感じ、はい、綺麗ですね。種類も結構あります。きゅうりちゃん、こちらはロシアンサラダだそうです。日本のポテトサラダみたいな感じですね。はい、レタス。こちらはフルーツのヨーグルト和えかな。そしてこちらはバンガイというね、黒いお餅ですね。で、ゆで卵。こちらはお芋とトウモロコシ。で、ケーキが並んでおります。3種類のケーキです。そしてこちらはフルーツコーナーです。綺麗ですね。種類も豊富です。こちらがオレンジ、チョムチョム、ドラゴンフルーツ、スイカ、パイナップル、バナナ、そしてマンです。フルーツの横はパンコーナーです。パンは2種類、食パンとミニバンミーです。バターとジャムが2種類。では最後おかずコーナー行きましょう。まずこちら白いおかゆと中華スープみたいなスープです。こちらはお粥のトッピングが2種。こちらはチキン煮込み、ウインナーとベーコン。こちら原案特製のホルモン煮込み、チャーハンに焼きそば、トマトのチーズ焼き、バンクオン。こちらはおソースです。こちらは牛肉のビーフシチュー煮込みです。ステーキみたいです。ラスト、こちらが卵とヌードルの実演コーナーです。フォーと卵各種ね作ってくれるみたいです。フォーボーとフォーが牛肉と鶏肉のフォーを選べます。ということで取ってきました。本日の朝食はこちらです。まずはフォーからいただきます。うまっ。さすがベトナム人に人気のモンタンホテルです。ベトナム料理がね美味しい。バイキングもほとんどベトナム料理なんですけど、やっぱレベル高いですね、ベトナム料理の。美味しい。鶏肉も美味しい、柔らかくて。久しぶりにね鶏肉の方を食べた。うまい。おかわりしようかなっていうぐらい美味しいです。どうしてもホテルの朝食ってインスタントっぽい味とかするんですけど、屋台にも劣らない美しく美味しいフォーですね。うん、サラダも美味しい。オリーブとか置いてるので食材にあまりケチってないところがいいですね、全体的に。うん、こちらステーキみたいなのもね置かれてました。
ちょっと硬めだけど美味しいです。これは普通にね、日本のホテルのビュッフェとかにも置かれてるステーキの味ですね。ただ高い。ベトナムなのに高くないけど、ベトナム人は硬いお肉の方が受けがいいので、ね、そしてベーコンとウインナーはね、ちょっとベトナムスタイルなんですけど、美味しい。卵もね、ベトナム仕様でしっかり焼きのオムレツですね。ジュースは結構シロップが効いてるピーチジュースですね。当たりでしたね。朝から美味しいのいっぱい食べれてよかった。火事です。めっちゃ燃えてる。水撒いてるけど、もう上半分燃えてますね。あれもホテルですね。よかった、あれじゃなくて。上から炎が出てるので、キッチンじゃなくて客室ですね。賠償額が気になりますね。ちょっと火事がねひどくなってて、煙もこっちの方に来てて、避難勧告出そうな勢いなんで、もうね早いとこチェックアウトして逃げたいと思います。きれいです。早くこの業務用のエスカレーターに、早く来い、早く早く。念のため、もうここから荷物が多いんでね、ちょっと早く、どこだバイク、さっさとバイク乗って行きましょう。急いでチェックアウトしてきました。この辺りまで来るとね、もうさすがに大丈夫かな。ってことで、これからナムリン省のナムリン市に向かって約40キロ走っていきます。ニンビンで体力無駄に使って、ちょっと疲労感が残ってたんですが、ホテルが良かったんで回復しました。やはりね、5つ星はいいですね。ベトナムは4つ星、5つ星がリーズナブルに泊まれるんで、1000円2000円アップで世界が変わることを考えると、1週間以内の旅行であれば皆さんにはね、いいホテルに宿泊することをおすすめします。本日は火事から避難するところから始まるという恐ろしい一日だったわけですが、ベトナムでの火事は常に意識した方がいいと思います。ベトナムは湿度が高くて、レンガとかコンクリートで作られているお家が多いので、建物自体は燃えないので、燃え広がる恐れは少なめです。ただ奥行きのある縦長の建物が隙間なく並んでいて、三方が塞がれた状態の物件が非常に多いんですよね。となると、出口といえば玄関か屋上だけということになることもしばしばで、窓があっても防犯用に鉄格子がついていることも多く、もしもの時の逃げ口がなくて逃げ遅れたら終わります。先ほどの火事も大通りではなくて路地の建物だったようで、消防車がすぐ近くまでは入っていけなさそうで、消火活動が、ね、難航していたようでした。そしてそもそも消防車の到着も非常に遅くて、1台のみで消火活動に明らかに足りてなくて燃え広がってましたね。ベトナムは路中とかヤジも多くて、とにかく消火活動大変そうで、隣にも飛び火して消火まで何時間かかったんだろうっていうのが気になりますね。そういう火事事情もあって、ベトナム人は高層コンドミニアムでも低層階を好む人が多いです。故に普通日本では上の階の方が家賃も高くなるんですけど、ベトナムでは変わらなかったりします。家賃が変わらないならより上の階がいいなと最初は思ってたんですけど、最近はね、飛び降りても死なない程度の高さのお家がいいななんてね、私も思ってます。とりあえず火事になった時はどこから逃げようか、逃げれるのか、あらかじめね確認しておいた方がいいと思います。ほい、あっという間にあと20キロほどですが、今回の道はこんな感じが続くみたいです。ということでね、ハナム省についての感想をちょっと話しておきます。ハナム省1日だけの滞在だったんで、フーリー市街地のみだったんですけど、
どこにでもある特に特徴のない弱田舎気味な市街地で、可もなく不可もなくという感じではありましたが、首都圏ということもあってお役人さんたちがいらっしゃるのかな、道もきれいに整備されてますし、いいホテルもいくつかありました。ただ観光客という感じの人はほぼ皆無で、皆さんビジネスで来てる感じでしたね。特に名物料理もないですし、ハノイまで約60キロなんで、もし旅行でしたらハノイに泊まった方がいいと思います。夜は早い時間に閉まるお店が多くて真っ暗だったから夜景を楽しめるという感じでもなかったです。といっても湖が点在していて、市街地ながらに緑の多いのんびりとした治安良さげな雰囲気の街で良かったです。クーリー市から10キロちょっと北のドンバンというところに工業団地がありまして、日系企業も入っているみたいなんですけど、そのあたりだと日本食店とか日系のサービスアパートなんかもあったりするらしくて、その周辺に、ね、行った方がもしかしたら面白かったのかもしれません。伝統工芸村などね、ショートプーリー市以外についてはね、また別で行ってみたいなと思いました。この地平線見えるのは牛、私は食べたいあなたの肉を。先ほどの地平線ロードを抜けて田舎道に曲がって入ってきました。メコンデルタを思い出すような景色、コーガーデルタ地方です。ちょっと感傷的になります。今もうナムリンに入っていて、ちょっとねナムリン市への道をねそれているんですけど、ちょっとお昼ご飯を食べに行っております。ナムリン入ってるんですけど、ハナムの名物のお料理が紹介されていたので、そこにねちょっと行ってみようかなと思っております。道が迷い込んでしまって行き止まりでした。これはもうメコンデルタではあるあるだったので、コーガデルタ入ってもねこれ起こるんですかね。デルタの闇ですね。迷いに迷ってそのお店の住所のとこまで行ったんですけど存在しませんでした。ただねこの辺り観光のお店無限にあるんで、まあ、他のお店でね食べようかなと思います。この辺りはのどかな住宅街田舎のって感じなんですけど、おそらくね近くに観光地があるか昔あったかじゃないかなと思います。ホテルとかもこんなところに結構いっぱいありますし、カーコー特産物のレストランがずっと続いていて、観光地の近くの現象が起こってますね。こんな感じで土鍋に入っている魚の煮付けみたいなんですけど、結構高そうなので安そうなお店にね入りたいなと思います。ってことで本日のお昼ご飯はこちらでいただきます。ってことでカーコーブーダイ定食到着です。ではいただきます。こちらのお魚はカーチョウというね川魚らしいです。おいしい。めっちゃ濃いな。これはご飯がないと辛すぎる。魚はカツオみたいな感じですね。本当にカツオって言われても分かんない感じ。川魚の臭さみたいな、さすがにねここまで煮込まれてるので全然感じないですね。すぐねそこがナムリンなんですけど、ちょっと曲がるとハナムで、ここはね一応住所的にはハナムになっていて、まあ、ハナムの名物ということになっております。でこのお魚自体が名物料理というよりは、ここら辺で作られている土鍋みたいな壺に入れて作られているお魚の煮付けをここの名物とされているみたいです。だから中身がどんな魚でも一応ね名物料理にはなるみたいです。でそのお鍋のことをねブーダイというみたいで、実はねさっきで、ね、伝統工芸村にもね今度行きたいですとか言ってたんですけど、ここがね実はそうだったみたいで観光地っぽいななんて言ってたのは、そのせいでここはねこのブーダイ村だったみたいです。お魚のブーダイ煮付け村みたいな感じの場所ですね。ちょっとなんて言えばいいのかわかんないけど、そんな感じで、とりあえずね伝統工芸品の陶器みたいです。ちょっとね、あといっぱいそのあたりに並んでるので陶器をね、移したいと思います。自分で意図せずしてね、工芸村の一つにやってきたようです。
いや実はさっきここのお店に来る前に1個パーコーのお店によって土鍋で売られてるのねいくらって聞いたらなんと50万ドンって言われてしまってさすがにぼったくりだろうと思ったんですけどよく考えるとその鍋ごと売られるやつみたいで鍋が高いんですよね。お魚は全然高くなくて鍋がね何十万ドンもするみたいです。で高って言ったら他のところで買ったらねもっとするんだぞって言われて嘘つけようと思ったんですけどさすがに、ね、伝統工芸品なんで本当にねここで買ったら割と安いけど他のところで買ったらね高いね貴重なものだったみたいです、うん、でこのお魚はブーダイという陶器に入れて作られたお料理です、うん、だから店によってね何が入ってるかっていうのは違いますね。ここなんてね豚まで一緒に入ってます。豚までトロトロにね煮込まれててやっぱりあの陶器で煮込むと違うのかな。美味しいな、うんうん、そういえば昔ナミュリン出身の友達が贈答品として鍋に入った煮付けを持ってきてくれて高いみたいなことを言ってて確かにねすごい美味しかったなっていうのを覚えてるんですけど当時に何も知らなかったからマグロなのに何が高いのかななんて思ってたんですけどねやっぱりねナムリン花部の名物でこのね陶器がね高かったんですね。今ねやっと納得しましてね何も知らないと、うん、理解できないんですけどあれはね素敵な贈り物だったんだなということで申し訳なかったですね。もっとちゃんとお礼はなきゃいけなかった。ちなみにね私はその陶器は普通にボロいものだと思って重いしと思って捨ててしまいましたやばいな今からでも取り返したいですね、うん、この魚も本当にマグロカツオみたいな感じで食感がシーチキンですね。めちゃくちゃ味が染み込んでて美味しかったです。家庭ではね出せない煮付けっていう感じでしたね。ってことでねここ一応伝統工芸品の村みたいなのでちょっと見てからナムディンの市内向かっていきたいと思います。近くに観光のお寺があるみたいなのでちょっとねお寺だけでも見ていこうかなと思います。今前で旗織り機を運んでますね。大きなやつ。織物刺繍も有名な伝統工芸品なのでこの辺りで作ってるんですかね。すごい立派な織機です。この先ですねホテルみたいな魚の煮付け寺です。はい、ということで入ってきて気づいたんですがこちらでもお寺じゃなくてただのお家でしたね。カーコーランブーダイを広めたチャンルアンさん職人の方のお屋敷だったみたいです。こんな感じで商標登録みたいなのがあります。こちらはねブーダイ村の陶器です。これに入れて煮魚作るとカーコーランブーダイになるみたいです。おお頑丈そうですね。年季入ってる感じがいいのかな。こちらがブーダイ村の陶器ブーダイ焼きっていうのが大量にあります。手で作られているというのをね非常に感じることができますね。こんなに間近で見ると綺麗なまん丸。こんな感じでブーダイ村の陶器がねこの周辺にはたくさん街中に並べられております。ということでこのね陶器を大量に見れるということ以外はね特に何もない場所ではあるんですけどこのブーダイ村の煮魚っていうのはこちらのね作ったり職人さんのチャンルアンさんの息子さんがネットでね2009年に紹介したところいろんな人からね注目を浴びてすごいね有名なここの特産品になったということです。チャンルアンさんね優しい方でね中を見せていただきました。寺とね勘違いして人のお屋敷に入っていたんですけど本当にありがたいです。チャンルアンさんのお家の近くから旗織りの音が聞こえてくると思ったら見てください。こちらにも伝統工芸品が織物めちゃくちゃ綺麗です。天日干しされてますね今。うわー綺麗そうめんみたい。ラッキーですね。たまたま来たら織物まで見れました。聞こえますかね音がね聞こえてきますね。ガサ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 ってほら中に入っていいよと言われたので見せてもらいます。ありがとうございますうわー鶴の恩返しみたい。うわーめっちゃかっこいい。
すごいかっこいい。見てください。おーわーおー。はいはい。ここを取れてるところで。わーすごい。うわーめっちゃかっこ。おー誰もいなくてもできるんだ。わーすごい。あここら辺はもうできたやつかな。すごい。ああすごいかっこよかったです。よかった見れて。ということで最後の最後で伝統工芸品の陶器と織物を見れてよかったです。工芸村が観光地になってはいるんですけど明確な住所情報とかが得られなかったんで行けないなと思ってたんですけどね見れて大満足です。ではもうねナムディンすぐ近くなのでナムディン市まで直行です。はい、ナムディン市に入ってきました。先ほどの伝統工芸品の村から約5キロほどです。ということでこちらでナムディン省について少しご紹介しておきます。省都はナムディン市でハノイ市、ハイフォン市に次ぐ黄河デルタ地方第3の都市です。1225年に成立した清朝の本拠地だった場所です。フランス植民地時代には繊維工業を主体とした工業都市として開発が進み現在でもベトナム縫製業の中心地の一つとして知られているそうです。元の時代のモンゴルを撃退した英雄チャン・フンダオさんやロイモイ政策が始まった頃の国家元首だったチョンチンさんの出身地でもあります。また日本人にとってのベトナム料理代表フォーはフランス植民地時代にここナムリンで生まれたそうです。フォーの本場ですね。ナムリン省は見どころ名物料理が多くあるようですので2日滞在にてじっくり楽しんでいきたいと思います。では本日はちゃんとホテルね予約してるんで行きましょう。安めのね宿でございます。こちらです。意外と立派な感じですね。はい、ということでチェックインして荷物を置いてちょっと編集してたんですけど一段落したので本日のルームツアーやっていきます。本日の宿はこんな感じで2階建てのアパートみたいな作りです。私のお部屋は2階です。2階建てなんでねもちろん階段のみです。廊下はこんな感じで可愛いですね。はい、でドアはカードキーです。はい、オープン。じゃーん、ということで本日のお部屋はこんな感じです。想像以上に広くてびっくりしました。まずこちらくつろぎスペースは大きなソファーを置いてくれてます。素材も革っぽい感じでひんやりして気持ちいいです。でこちらのティーテーブルの上には無料の飲料水2つと G7 のコーヒーとリプトンのアイスティーまで置いてくれてます。でソファーの後ろの方がちっちゃめではありますが窓になっておりまして外の方ねちょっと見れますね。まあ今ね暗いんでもう見れないんですけどこんな感じでちょっと駐車場がね見える感じです。別に景色は良くはないんですけど窓があるお部屋はいいですね。はい、でこちらがベッドスペースです。ベッドのお隣の方にはこのベッドライトとこちらねちょっとちっちゃいんですけど冷蔵庫がありまして、まあ、この冷蔵庫はねぬるいくらいを保ってくれるぐらいの冷たさしかね要求できないちょっとおしゃれかわいい見た目だけの冷蔵庫って感じです。こちらがベッドです。ベッドはキングサイズのすごい広々サイズですね。シーツももちろん綺麗に洗濯されていてピカピカです。汚さは一切ありません。綺麗めのお部屋ですが安宿です。ベッドのふかふか度はどうでしょうか。チェックいきます。せーの、うわ久しぶりに硬いな、まあ、ガチガチ石ではないけど床に2枚布団敷いたくらいの柔らかさです。てことでベッドのふかふか度は微妙ですがベッドの頭のところとかねこんなクッションみたいに柔らかくなってて割とねいいベッドが使われていると思います。そしてこちらの方にはね一応ドライヤーも置いてくれてました。ここら辺のね充電は私が勝手にやって汚くしてるだけです。
そしてこちらが本日の私の作業台となっております、化粧台です。こちらの、ね、椅子は勝手にソファーを一つ持ってきました。でそのお隣がクローゼットになっております。大きすぎるクローゼットなのでね、何も入れるものがないという感じです。ちょっとね今ね音聞こえたかなと思うんですけど、ブチブチでこのクーラーが消えるんですよね。ちょっとね空調があまりよろしくないかなっていうところが難点ではございます。でこちら上の方にファンついてるんですけど、これもねスイッチがちょっとわからないんで、後からね聞いてみないといけないですね。ちょっと部屋の中暑いです。でこちらがテレビです。まあちょっとちっちゃめなんですけどね、新しそうなテレビですね。下の方にも大きな台が置かれてまして、いろいろ収納できたりとか作業ができそうな台でいいですね。電気ポットも置いてくれております。そしてこちら電気ラケット、蚊とかねハエをね殺せるやついいですね。こんなのまで置いてくれております。では最後バスルーム見ていきましょう。こちらの扉の先がバスルームです。はい、どうでしょう。バスルームまでめちゃくちゃ大きくて広々としております。正面が洗面台、特にねアメニティとかはあんまりなくて、歯ブラシとコップをね置いてくれてる感じ、シンプルな感じですね。ちょっとねソープは後ほど引いてみないといけないですね。でこちらがおトイレ、全体的にね全部新しそうな感じで、すごい掃除も綺麗にされてて美しいバスルームでございます。こちらはシャワールーム、シャワールームもこんな感じでね、ちゃんとガラスドアがついてて最高ですね。水浸しにならないタイプです。こちらもシャワーがこんな感じで、こちらね綺麗なシャワーではあるんですけど、ちょっとね水圧が弱かったね、先ほどチェックしたところによると。出してみます。ということで水圧以外はね安宿のバスルームとは思えない素晴らしいバスルームでございます。はい、ということでもう一度お部屋全体をお見せします。じゃーん、こんな感じ。端から端までね歩くのがちょっと大変なくらいね広いお部屋でございます。今回こちらのお部屋が1泊1室30万ドンでした。立地的には中心部からは少し離れているものの、周りには飲食店とかスーパーとかあってね、悪くはないと思います。てな感じで、冷蔵庫とクーラーと水圧がちょっと弱いこと以外は30万ドンにしては完璧すぎる素晴らしいお部屋だと思います。おそらくね角部屋なので勝手にグレードアップしてくれたのかななんて思ってるんですけど、ナムディンは安宿があまり予約サイトで出てこなかったので、ここも地図で見つけて直接ね連絡して予約させてもらいました。オーナーの方もすごいね親切でいいホテルだと思います。ということでちょっとお腹空いてきたので夜ご飯食べに行ってきます。はい、ということで本日の夜ご飯はこちら方の有名店にやってきました。はい、本日の夜ご飯フォーとチャーハンです。いただきます。こちらがフォーの本場、ナムディンのフォーですね。おいしい。スープが結構しょっぱめでフィッシュソースが効いてる、これがねナムディンのスープの特徴みたいです。おいしい。麺もこれこそフォーですね。やっぱり北部のフォーの方が美味しいな。スープはもちろんね牛肉の出汁しっかり効いてるんですけど、フィッシュソースがいいアクセントになってますね。あー美味しい。確かにねフォーハノイとはまた違いますね。上の方に乗っているお肉もね面白いですね。大量に乗ってる。美味しい。柔らかい。すごいね、叩かれてるから柔らかくなってますね。これは美味しいわ。しかも熱々、やっぱり南部だと一年中暑いからかちょっとぬるめのスープとか多いんですけど、熱々です。うまい。高野さんが多いみたいなので食べ歩きしないといけないですね。美味しい。お次はチャーハンです。牛肉とた
セットですね。おいしい。これは単独で中華チャーハンです。中華料理屋の美味しいチャーハン。そしてこちらの牛肉と魚の炒め物はどうかな。おいしい。南部だとちょっと甘めな味付けだったんですけど、トマトとかが入ってて酸味がありますね。具材はこのズワというね、魚みたいなやつと玉ねぎとトマトと牛肉です。酸味が効いててすごいすっきりしてますね。今まで南部中部で食べた同じメニューだとチャーハンみたいな感じで一緒に混ざってる感じが多かったんですけど、こちらはね別皿だったのでちょっとかけて一緒に食べます。これは美味しいわ。いくつか京の有名店があったんですけど、この時間に空いてるのがここだけだったんで動きたんですけど、美味しいです。うん、北部の方に来るとこのねチャーハンも大体フォー屋さんにセットで売られてますね、うん、両方欲張って食べる人がいるのかわかんないんですけど、もしチャーハンだけだとしてもねフォーのスープがついてくるので、うん、スープも楽しめます、うん、さっきねガソリンが切れそうだったんですけど、キャップフォーでガソリンないか聞いてたら隣のお客さんが近くのガソリンスタンドまでね連れて行ってくれました。時間がないんでちょっとね夜は暗くなるとねまだね分かんないですね。明日またね街ぐるっとしてちょっとねナムリンの街を学習したいと思います。うん、はい、ということで本日は火事から避難で始まったんですが、無事ナムリン賞につけてよかったです。ちょっとこのホテルね Wi-Fi がめちゃくちゃ弱くて頭抱えているんですが、今日はこれから編集頑張りたいと思います。ではまた次回、おやすみなさい。バイバイ。